大悪党リーズレッドメン。リーズ、おめちゃくちゃ頑丈な。まあでもちょっとオシャレ感あっていいやん。牢屋っていう感じはしないよね。鳥かごみたいな。ねえ。ドフラミンゴがあれね、やったやつみたいな感じでいいやんか。リーズレット、喋れる？喋ってくれるんや。だいぶ不遜な感じじゃない？リーズレット。いより、よく来てくれたわね。よく来てくれたわ。ふふふ。警戒しなくても大丈夫よ。私は今回の件とは、無関係だから。でもあんまり感情高ぶってないな。落ち着いてるね、リーズレット。私が魔女だからって、失礼しちゃうわよね。まあ私を疑う気持ちも理解できるし、しばらくは捕まっていてあげるつもりよ。あら、どうした？キャラが変わってるぞお前。元からこんないいやつだったっけ？それよりいより、黄金病について、あ、伝えたいことがある。なんか知ってるのかな、やっぱり。あれは単なる病気なんかじゃないわ。邪悪で巨大な何者かの魔力を感じる。ある種の呪いに近いとも言えるわね。呪い。そのものの力は強く、私では手に負えない。リーズレットもね、超一流の魔力を持ってるはずなんだけど、それでも叶わないぐらいの魔力なんだ。おそらく抗える可能性があるのは、勇者であるあなたくらいでしょうね。でしょだいぶ買いかぶってるけどな、リーズレット。俺いけるっすかね、リーズレット先輩。いける？魔女である私が願うのもおかしいけれど、私の友達、シャールのことを助けてあげて、頼んだわよ。勇者、いより、めっちゃいいやつになってるやん。ちょっと好きだな立ち姿もなんか、いいな鳥かごの中にいる感じも、逆にいいなお前、燃えるな。いやなんか、見せ物小屋みたいな感じでお前いいぞ。すげえ今いいぞ、リズレット。すげえ可愛い。この兵士はなんか、言うのかな。幸いにも城の地下まではまだ黄金病の影響は及んでおらん。まあ、街の中で情報収集しろということか。でも街の人も知らないでしょう、そんなね。知ってんのかな、なんか確信めいた部分を。あ、みんなと合流しましたね。それがもう、まだこの3人は黄金病のことは知らないんだよね。詳しくは分からんが、あ、人が出てきた、おばあちゃん。なんで出てきた、おばあちゃん。おお、そこ行くご婦人、よければわしらに話を。あ、そう、情報収集しないとダメだもんね。なんだいお前さんたちは。勇者ぞ。ここでぼさっとして体が金になっても知らないよ。あ、これが黄金病のことだね。体が金になる。はあ、ちょっとお待ち。お前さん、もしかしてカミュじゃないか？カミュです。こんななりしてますけど、カミュです。俺のこと知ってるんですか？はあ、おばあちゃん。忘れちまったのかい？知ってるも何もお前さんは。あ、なんか金粉みたいなの、砂金みたいなのが見えますけど。そんな、これはまさか。これが黄金病か。なんか邪悪な力確かに感じんな。いや、シルビア、ちょっと触らない方がそれいいかもしれないやめときな。ついに
に私まで感染しちまったっていうのかい。マジか。うわ、なんてこと。これが黄金病だというの。本当に黄金化しちゃった。高く売れそう。神さん、まさかお前感染しちゃった？ちょっとどうしたの神ちゃん。神、服装もどうしたお前それ。菅田将暉みたいな感じだけど、神？声を聞きつけ来てみれば。あ、神父さん。まさか君がいるとは。お主、神のことを知っておるのか。うん、わしらは旅の仲間なんじゃが、今こやつは記憶を失っておってな。そうなんすよ、大変なことになってて。なんと、そのようなことが。神のことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。教会、うん。おばあちゃんいいの？そのまんまで。大丈夫？黄金になっちゃった。もう今神にみんな夢中だけど、おばあちゃん大丈夫そう？おばあちゃんみんなこん、ん？むむ、待たれよ。夜間、城に入ることは禁じられている。日を改めて。いや、勇者ぞお前。ま、お前マジか。老様もいるぞお前。黄金化しちゃったよおばあちゃん。教会に行けばいいの？神父様からお話は聞いております。あの方は教会の中、礼拝堂の奥にある部屋で皆さんお待ちになられていますよ。この奥か。この人ではないね。城下町を歩いて美しい街並みを見るのが僕の日課だったんだけど、黄金病のせいでそれもできやしない。ふん、病気が作った黄金なんて、本来のこの街に比べたらちっとも美しくなんてないよ。いいこと言うやんお前。うい。ハイタッチしようぜ。うい。ね、今この人めっちゃいいこと言ってます。みんな今この人めっちゃいいこと言いました。パクろうぜ。あら、綺麗なお姉さん、ショートカットが素敵。外にいると黄金病に感染しやすいと聞いて、私ら教会に避難させてもらってるの。ここの神父さんが人格者でよかったわ。あー、なるほどね。この奥にいるんでしょ。よく来てくださいました。うん、神よ、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりくらいだろうか。5年、結構な月日が流れてますね。5年前、それまで俺はこの町に住んでいたんですか？うん。かつてこのクレイモランの城下町は北海で活動するバイキングの寄港地でね、うん、以前は交流も盛んに行われていたんだ。バイキングに関してはクエストで1回やったかな。立ち寄ったよね。このすぐ近くにバイキングのアジトがあるんだよね。神、当時君はそのバイキングの手下だった。手下、うん。俺がバイキング？どうなんだろう、この世界でのバイキングって悪いやつなのかな。なんかそんな感じでもなかったよね。強奪とかはしてない感じだったし。盗賊神の出自は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。あ、調べたんだ。だがまさかバイキングの生まれだったとは。
バイキングの生まれだとやばいの。すげえグレイグ睨んでるけど。いえ、生まれに関してはなんとも。神は幼い頃、彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられたようでした。ああ、なるほどね。それが幸せだったのかはわかりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていたようでしたし、実際ある日彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。やめろ。あ、ちょっと来たんちゃう、これ記憶のトリガー来たんちゃう。神父として彼らを救えなかったことは、これぶん殴るぞ神。やめろ言うて。ですから彼が困っているなら今こそ。この人も切れたら何すっか分かんないから、大悪党ですから。やめてくれ。あ、手はあげないか。しばらく一人にしてください。あー、まだ完全には思い出せない感じか。でも何かは感じてるよね、この感じだとね。めっちゃ引いてるやん。もうカミュさんはね、もう切れたら何すっか分かんないから。すみません、気をつけろお前。彼の気持ちも考えず、皆さん神を頼みます。私も後から追いかけますので。カミュさん一人にはしておけないよね。みんなちょっと聞いてみようか。ねえ、マルティナ、イオリ、神を追いましょう。黄金病のこともあるし、今の彼を放っておけないもの。遠くに行ったとは考えにくいわ。きっとクレモラン城下町のどこかにいるはず。あ、探さないとダメなんだ。めんどくせえな。カミュちゃん、急に叫んで教会から出て行っちゃうなんて一体どうしたのかしら。黄金病のことも気になるが、まずは神を見つけねばなるまい。クレモラン城下町を探してみるのじゃ。どこ行くんだろうな、神。神の執事がこの地で活動するバイキングだったとは知らなかった。しかし何故盗賊になったのか。盗賊とバイキングは似て非なるものなんだよね、多分。ドラクエの世界観では。バイキングは財宝を求めて各地を航海する荒くれ者どもの集まりだというが、そこで彼らと何かあったのだろうか。まあ、神を探さないとダメだよね。城下町内にいるって言ってた。神を見ませんでした。あ、君たちと一緒にいた髪の尖った青年が教会から走って出て行ったが、彼一体どうしたんだい。出て行ったか。ツンツン頭見ませんでした。かっこいいわね。お姉さん。いや、ちょっと、ね、黄金になったらかっこいいとかそういうのはやめろよ、お前。マジで。抱くぞ、お前。カミュさん。どこ行くかな、カミュ。あ、なんかヒントくれる？仲間の方大丈夫でしょうか。北西の裏門に向かったようですが、とても辛そうな顔をされていました。北西の裏門、マジか。裏門ってこっちだよね。大丈夫じゃないよ、カミュ。ここら辺いるか、カミュ。あ、なんか吹き出しが出てるわ。黄金病がどうあれ、降り積もる雪は待ってくれないからね。こうして定期的に雪かきをしてるんだよ。デクじゃね、お前。デク感すごいぞ、お前。そういや、君のお仲間がそこの裏門から辛そうな顔をして出て行ったよ。あの先には、海を見下ろせる高台くらいしかないんだが、お前、お前止めろよ、お前、それなら。そんなのもう、やること大体決まってんだろ、お前。高台言うて、海見下ろしちゃったらもう、
ノウサギ。かわいいぜ。ちょっとノウサギさん、ちょっとごめんね。今はちょっとそれどころじゃないから。高台言うて、あ、ここか。この奥ぐらいか。痛い。ちょっとまあ、早まるな、お前。カミュー。お前、また着替えました。このタイミングで。すみません。いや、ちょっとまたファッションが中二男子夏休みに戻ってるやん。ええー、もうなんか、どうした？もう、てんやわんや。船、海賊船か？海賊船かな？あ、黄金です。あいつらは、まさか。え、知り合い？ちょっと待って、カミュがこうだし、なんか、黄金、いや、勇者手伸ばすし、みんな来ちゃうし。見た。先ほどの叫び声といい、ただごとではないぞ。ああ、ただごとではない。お前、グレイグイ、先行っとけ、お前。こっちはカミュが大変なんだって。大丈夫か？神の神父さん。私に任せてください。大丈夫か？皆さんは港の方へ。切れたら何するかわかんない。もう妹のこととか言うなよ、お前。マジで切れちゃうから、カミュさん。港の方に行くの？わしらは。神大丈夫？モンスターか。モンスターですね。黄金の。黄金病と絶対つながりがありますね、これは。喋りますね。あ、六軍王ここで来るんだ。キラゴルド。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。宝石だろうが、人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根こそぎ奪い取れ。うわ、倒すのかな。うわ、ちょっと行っちゃった。みんな野に放たれたぞ。戦うのかな。え、ちょっと待って、大丈夫か。いや、MP とか回復してねえわ。ちょっと大変だけど、キャンプしていく？ちょっと全開にしていこうか。ちょっと街のみんなには、一晩我慢してもらおう。いや、のどかにキャンプを楽しんでいく。MP が枯渇してるからな。ちょっとこのまま戦いとかになったら、厄介だから。ダダダダンじゃないけど。みんな大丈夫か？今行くぞ。うわぁ、めっちゃ、大丈夫？ほら、野郎ども、気合い入れて運べ。うわぁ、これ、あのおばあちゃんか。僕らの、あの目の前で黄金化した。この魔物たち、黄金像となった人間を持ち去ろうというのか、うん、まさか例の黄金病もこいつらが。いや、もう明らかに関係あるでしょう。だって黄金だもの。貴様ら、何のつもりだ。まさか我らの大頭、敵軍をキラゴルド様に逆らうつもりか。敵軍を、いや、六軍王だから、まあ戦わないとダメなんだけど。お頭だか軍王だか知らんが、この町への牢石、見過ごすわけにはいかん。いや、ちょっと見過ごしてもいい気はしますけどね、グレイグさん。グレイグさんが戦うならいいですけど。黄金になっていない。イオリさんは無益な戦いはしたくない。キラゴルド様のお宝ゲット、邪魔する者は許さん。ああ、これ戦闘になるな。締め上げちまえ。え、結構大量にいますけど大丈夫そう？ヤイサホー。絶対バイキングと関係あるやん。ヤイサホー言うてましたやん。ちょっと待ってよ。神はいないんだっけ？ちょっとマルティナがさっきさ、ジャコラ戦で火力不足が判明しちゃったから、
いやもうごめんね、ヤイサホーやりたいんだよね、戦いたいのはわかるんだけど、ちょっと待って、今考えてますからでもマルティナちょっと行ってみようか、行けるとこまで。キラゴルドはきついかもな、六軍をマルティナ。デビルモード行きましょうか。力を解放しろ。これでもう同じ魔物ですから、仲間ですもうなんならキラゴルド側までありますよマルティナは、シルビア姉さんはバイキルトイオリでしょう。バイキルト、勇者か。あ、でもこれ複数の敵だから覇王山とかいいかもな。でも覇王山はバイキ乗らないんだよな。ある程度覇王山で削っていこうか。みんな、いや硬えな、覇王山で100ちょいしか入らないんだ。ちゃう、一斉に言わないで、一人一人喋って、喋るときは、どうだろう、物理と呪文とかどっちがいいんだろうな。グランドクロス全体的に削っていった方が効率的な気も。あ、グランドクロスの方が入るな。いやこれそこも、あ、なるほどね、ルカナンと組み合わされたらちょっと厳しいかもしれないけど。あー、そっか、マルティナ全体攻撃がないんだよな。あ、でもそんな強くないや、もう名前変わってるやん。足払いとかいける？あー、ダメでしたよし、まずは両隣のやつを倒しましょう。そんなヒットポイント高くなさげだし、そんな強くないわこいつらは。うん、アーモーレショット打ち込むか、黄金兵 B に。ほとばしるー、ほとばしるー、オッケー、ほとばしっていく。よし、グランドクロス、グランドクロス、よし、あとはお前だけだ、黄金兵長か。マルティナがなんかパッとしないんだよな、うん、ポテンシャルはすげえあるんだけど、それを活かせる技がないんだよね。これでしまいぐらいか強すぎもうちょっと手加減してあげて、勇者うん、こいつらは雑魚いな。ああ、いやでもこいつらは駒でしょ、単なる。あ、しまった、運ばれていく。先ほどの連中は陽動だったか。うん、追うの？追わなきゃダメか勇者だもんね。あれ、カミュさん、カミュちゃん、ちょっと なんであんなところにいるのよマジそうだよな、神父何してんお前、見とく言うたやん。さも当たり前のように乗り込んでたよカミュちゃん。わからん、だが今は理由を考えるより奴らを止めなければねえ、普通になんかバスに乗るみたいにね、乗り込んでましたけどく、間に合わなかった、まさか神が連れて行かれるなんて。連れて行かれたっていうか、あれなんか自分から行った気がするけどな、あの乗り方。あー、もうだって
ったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。ああ、神父さん。神父さんも襲われたのかな。神父、あ、ちょっと間違えた。神父さん。神父さん。神父さん、合わせる顔あるか？ねえ。神のことは任しとけみたいなこと言うとったけど。教会、あ、なんか吹き出しが。突然黄金の魔物たちが入ってきて、襲いかかってきたんだ。君たちのおかげで助かったよ。まあ、一応役には立てたんだね。追い払うための。けどここから、海沿いに行った高台の方に逃げ遅れた人がいたみたいなんだ。大丈夫。あ、それが神父さんか。高台、さっきのカミュがいたとこだね。逃げ遅れた人。あ、なんか行さんいるやん。神父さんいるやん、神父さん。すみません。お前まず土下座しろ、お前。隙をつかれ、魔物たちに神をさらわれて。隙つかれちゃった。本当か、お前。何を言ってるんだよ、神父さん。あんなおっかない連中に襲われて、命が助かっただけでもめっけもさ。あ、まあね、それはまあそうとも言えますけど。神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど、無事でよかったよ。人望があるんだな、神父さんは。まあなんか教会の中にねいた人たちの声からもすごいこの神父さんは信頼に足る人だっていうのは伝わってきますけどね。畜生、寒くないその服、大丈夫そう。あいつらに連れてかれちまった。ああ。奴ら金目なもんしか気にしてなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで値踏みしてるみたいにな。くそ。まあそういう印象を受けるんだね。しかし神は高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。なのにあの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。あ、迷うことなく、カミュさんも抵抗することなくっていうことか。あの魔物たちの喋り方や仕草、まさか彼らの正体は。ヤイサホー言うてましたからね。ヤイサホー、エイサホーはもうバイキングよ。実はわしもその考えが頭をよぎった、やはりお前さんもその考えに至ったか。後出しじゃんけんやめろ、お前。実はわしもみたいな。いや、最初からそうは思ってたんですけどね、みたいなテンションやめろ、お前。確かに言われてみれば。だけどよ、そんなことあり得るのか？ヤイサホーだからな。ヤイサホーって普通の人は言いませんからね。あの黄金を欲する魔物たち。彼らの言動や癖に、私たちは見覚えがありまして。そう。いや、僕らもあるよ。をしていたバイキングたちにどこか似ているのです。確かに彼らなら神を知っていても。そうだよね、バイキングたちのところで神は育ったわけだから、当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。もしやそこに行けば何か。洞窟の中、前行ったとこだね。そう、すぐ隣にあんのよね。あー、みんなちょっとどうする？すごい。ね、神父さんたちの言っていた通りな。お前そのテンションやめろ。ねえ、バイキングたちがなんか魔物化したかもしれないのに、すごいはやめとこうよ、シルビアちゃん。バイキングのアジトに行けばカミュちゃんの行方もわかるかもしれないわ。アジトはクレモランの城下町から船で出てすぐ近くにある洞窟の中だそう。そうだね。ロー、5年前までカミュが一味におったという北海で、活躍するバイキングたち、それにカミュを連れ去った金目のものを漁る
黄金の魔物ども、うむ、両者には何か関係があるのじゃろうか。いや、もうバイキングたちがそういう魔物と化したと考えるのが一番すんなりいくでしょう。マルティナだってそうなってたもんね。どういうこと？人々から高価な宝を奪い、黄金病になった人を連れ去り、さらには神まで、黄金の魔物は、鉄器軍王キラゴルドとやらに従っている様子だったけれど、一体どういうつもりなのかしら。グレイグ、黄金の魔物どもは金目のものを求め人々から奪っていったそうだな。なんという欲深い魔物たちだ。しかし黄金病発症した者までまるで物のように扱い連れ去るとは、民を守る騎士として決して、として許してはおけん。まあ、バイキングのアジトに行けばいろんなことが判明するっていうことでしょうね。はい。ですね、これから黄金病が何たるか、その核心部分に迫るべく、バイキングのアジトに乗り込むという感じなんですが、まあ、ちょっとね、キリがいいので、一旦ここで切りたいと思います。まあ、次回ね、そのバイキングのアジトに乗り込んで、黄金病が何たるか、そして、六軍王の一人である、キラーゴルドだったっけ。まあ、そいつとの、おそらく対決もあると思うので、またこの続き見ていただければと思います。まあ、果たしてリーズレット解放されるのか。そのあたりもね、注目していただければと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。